はい、皆さんこんにちは。日本 EC サービスの清水です。今日はですね、たまにこう感想で、楽天以外の情報も欲しいねとか、 Amazon の情報欲しいよねみたいな声もいただくので、最近アップデートしましたですね、 Amazon のツールのちょっとご紹介をしたいと思っておりますと。はい、今日はですね、 Amazon データ取得群というのをちょっとご紹介したいと思うんですけども、ツールのですね、ツールを利用するっていうところをしていただくとですね、まあ、たくさん並んでいる中に、左側にこう Amazon 対策というのがございまして、まあ、ツールとしてはですね、ここにAmazon データ取得群、Mac 版と Windows 版が並んでますと。はい。まあ、拡張機能でも Amazon のスマホの画面表示できますし、あと、Amazon というのはこうお客様とのメールのやり取りで、まあ、内入れギフトを送っている方とか、なかなか連絡取れないということもいらっしゃるので、そういう方は、SMS 送信君使っていただくとお客様とスムーズにやり取りできますので、あとまあサジェストワードも Amazon 見れたりしますよね。で、CSV ファイルが大きくなると、まあ、結構開くの時間がかかるなとか、まあ、その時間が大変だなみたいなのもこういうのもあるんで、まあ、こういうのも Amazon でももちろんご利用いただけるんですけど、今日はこの Amazon のデータを取得するツールをご紹介したいと思います。で、今私の手元のパソコンが Mac 版なので、ちょっと Mac 版を使ってお見せしますけど、基本的な作業は Windows 版も一緒なので、ぜひ、Amazon に出品している方はご活用いただけたらなと思います。まあ、ここにですね、ちょっと最新の ARM 版は動かないのかもしれないんで、ちょっとそこは大変申し訳ございませんが、ちょっとその辺はご意見いただければどんどん改善していくんですけども、まあ、基本的にこのツールを利用するっていうふうにすると、ファイルがダウンロードできますので、インストールをしてくださいと。で、それを起動していただくとですね、まあ、こういうちょっと今最大化しているので分かりにくいと思うんですけど、まあ、こんな形の画面がポップアップして開きますと。で、Amazon っていうのは皆さんご存知の通り、こういうメニューからですね、在庫の管理をしたりとか、出品登録をされるとは思うんですね。で、まあ、レポートっていうのがありますから、ここで出品レポートっていう形で、まあ、登録した情報をダウンロードしたりするとは思うんですけども、楽天とか Yahoo ショッピングと大きく違うのっていうのは、Amazon は出品の場なんですね。で、楽天、Yahooは出店の場なんで、自分で登録したものは自分のデータじゃないですか。Amazon っていうのは、まあ、ジャンコートとか A 信を軸に、まあ、いろんなショップさんが相乗りしてこうデータを登録するので、まあ、実は登録はできるんですけど、手元に全部落ちてこないっていう仕様になってますと。まあ、具体的に言えば、自分の商品だけ検索対策したキーワードだったりとか、商品名も Amazon のルールに乗っかって決められて、まあ、そこに相乗りしていくので、全部落ちてこないっていうのがこう Amazon の、まあ、仕様なんですよ。なので CSV で全商品ダウンロードしたいっていうのが、まあ、できないために、この Amazon をデータする取得するツールを皆さんにご提供してますと。で、使い方は至って簡単でして、まあ、必ず商品には出品者の SKU と ASIN という Amazon 独自のコードがありますので、その2つのデータさえ分かっていれば、必要な項目が全てダウンロードできますというツールになってます。で、手順は非常に簡単でして、まずここから出品レポートっていうリンクがありますので、出品レポートをクリックしてくださいと。で、ここにいろんな種類がありますので、在庫レポートではなくて、出品の ASIN と SKU 管理、出品者 SKU と ASIN が載っているレポートをダウンロードすると。で、あとはダウンロードしたものを、用意していただいて、で、そこから、データを取得していくだけの手順になってますと。で、大量に、まあ、今後ちょっとこのツールはさらにアップデートしていこうとは思ってるんで、全部押してきたものを全部取り込むと、ちょっと時間がかかるので、今私は加工しているデータがございますと。例えばですね、これで言うと、出品詳細情報の、これはですね、あえて、10商品だけ出品者 SKU と ASIN がタブ区切りで載ってますと。まあ、例えば、こういう形で全部ダウンロードすると、まあ、すっごい、まあ、これは全部入っている状態ですね。なので、詳細ファイルの全部のデータですと。で、まあ、どちらでも構わないんですけど、こういう全部があるものの、最初に出品者 SKU と ASIN があれば、ここに対して取得したデータを追加しますと。はい。なので、この1122の方にしてみましょうかね。ファイル名で言うと今2つ用意したので、なので、今テストって書いてあるのは、これは私はただ後で、出品者 SKU と ASIN だけを並べたと。なので、なんか、ピンポイントでもうその出品情報をダウンロードしなくてですね、もうこのデータだけ取りたいというときは、こういうファイルを自分で用意してくださいと。で、ダウンロードしたデータを使う場合は、こういう形になると。じゃあ、どんな感じで処理をするかというと、このファイルを選ぶから、さっきので言うと、この、ダウンロードしたデータで、今10件だけあるというものを選んで、開きますと。
で、あとはこの取得開始っていうボタンを押してもらうとですね、セラセントラルとかアマゾンの、まあ表示されているデータを、順番にやっていくということなんで、まあ、ちょっと1000商品とか2000商品とかある人はものすごい時間かかるので、あの必要なデータだけ ASIN と SKU だけ用意していただいて作業していただいた方がいいかなと思います。で、結構なぜこういうツールを作ったかというと、まあ、Amazon を最初始められる方っていうのはやっぱ CSV 在庫ファイル使わずに結構手作業で登録される方多いと思うんですね。で、いざ一括で処理しようと思ったら手元にデータがないっていう方が多いので、まあ、これをぜひ使ってくださいということで、まあ、開発しておりますと。で、これが手元に落ちると必要な情報をこう画面に載っているけど手元にダウンロードできないものを取得するので、ちょっと待ってくださいね、はい、こんな感じでデータを完了しますとなると、あとは 100% できましたので、これを保存するというのがアクティブになりますので、保存するという感じですね。はい、で保存をして、自分が保存したい場所に、まあ、保存をすると。そうするとここに今乗っかってきましたので、これを、Excel で開いてみると CSV ファイルになっているので、こんな感じでデータが並びますと。はい、で、これとかいっぱいあるんでちょっとよくわからないと思いますので、 Excel ってちょっと面白い技術があるので、ちょっとこの上と先頭のね2行目だけをこうコピーしまして、ちょっと見やすく整形します。で、貼り付けるときにですね、これを形式を選択して、行と列を入れ替えるということができるので、まあ、縦にした方が見やすいかなと思って今ここに貼り付けますね。はい、そうするとこんな感じで項目が、これで言うとですね、何行があるのかな、まあ、168行目までデータが取れてますと。で、これはですね、このままこうアップロードできるわけではなくて、まあ、手元に取れないキーワードっていうのが、まあ、手元に入りますよということなので、まあ、ちょっと分かりやすい例で、例えばですね、この商品で言うと、この商品ですね、はい、商品名は、まあ、あんまり Amazon で長くつけない方がいいんですけど、出品レポートだと全部落ちてこなかったりとかするので、まあ、取るってことができるんですけど、結構一番役立つのはですね、まあ、こういうあのキーワードですね、この出品検索キーワード、まあ、Amazon というのは楽天と違って商品名にセールとか送料無料とか割引率とか入れちゃいけないですよね。で、何かしら対策するときは、まあ、説明文か、まあ、こういう検索キーワードの欄に入れましょうというふうになってますので、この検索キーワードっていうものを、まあ、昔手作業で登録したものが手元にない場合はこのツールを使っていただくとですね、先ほどのデータの中にキーワードっていう欄があるので、よいしょ、検索が出てこないな、キーワード、はい、ジェネリックキーワードっていうのが、キーワードっていうのがありますね。ここにさっきの方のキーワードが落ちてきているという形になりますので、まあ、これを元に編集して、アップロードしていくってことができますと。まあ、それ以外ですね、この辺に細かな、これは今ちょっとテスト テンポなんで、まあ、あんま埋まってないですけど、まあ、ここにある項目も、ちょっと英語にはなってますけど、いろんな形でこう落ちてくることができますので、まあ、ちゃんと入れられてるかなみたいな確認にもお使いいただけたりしますというのが、まあ、Amazon データ取得と、まあ、それだけの話ですと。はい、で、Amazon っていうのはやっぱり検索キーワード結構大事なんですね。はい、なので意外とこう皆さん見落とししてますけど、ここに書いてある通りですね、よいしょ、説明文、説明を商品する検索や重複する文言、競合他社のブランド名、ASIN上含まないこととかね、文字数に注意くださいって書いてあって、ここにまあヘルプも書いてあるんですけども、ここに書いてないです。よくわかりませんね。よいしょ、まあ、ここに書いてあるんで、いろいろこういうのをちゃんと読んでいただいて、違反すると検索対象外になってとかしますので、まあ、入れちゃいけないよねみたいなの、まあ、こういうのもダメらしいですね。なので あくまでもこうなんか揺らぎだったりとか Amazon でヒットしないものを入れるって感じですね。だこういうのはダメってことですね。なんかめちゃくちゃ今ちょっと会議がおかしくなってますけど。で、まあ、とにかく Amazon っていうのは独自の検索でヒットしているので、もちろん何もしなくてもそれなりに検索に出てくるんですけども、
あのやっぱり自分でちゃんと母の日とか父の日とかってキーワードは入れ替えていかないとそのシーズンで売れなくなりますので、あのぜひこの Amazon データ取得くんをねご活用いただきたいなと思ってますと。はい。でまあ逆になんかこれと同じようなことができるツールが世の中に存在するのかもしれないんですけど、あんまり私も存じ上げてない部分がございますので、もう私たちよりもちょっと Amazon のベテランの方とかで、まあ、こういう機能が加わればいいよねみたいな形のご意見があればですね、ぜひ、教えていただきたいなと思ってますと。で毎週会員様向けにやっている金曜日のオンライン交流会などでは、まあ、その開発担当者が、直接ご意見を伺うみたいな場もどんどん増やしていきたいと思ってますので、ぜひですね、こんなのが大変なんでこういうの楽にしたいみたいな、もう貴重なご意見ですので、どん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 事務局の方にいただきたいなと思っておりますと。はい、そんな感じですね。はい、ということで Amazon やってる方はぜひ Amazon データ取得群をご活用いただけたらなと思います。はい、 EC マスターズチャンネルのご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄のセミナー情報もチェックしてみてください。今後もネットショップのためになる情報をアップしていきますので、次回の動画でお会いしましょう。